Hello everyone, this is Kanin's channel. 引っ越す予定は全くないのですが、今日は気になったのでロサンゼルスとシンガポールの家賃を比較していこうと思います。果たして私一人のアパート借りたいならいくらぐらいかかるのか、果たしてどっちの方が高いのか、もしくは同じぐらい高いのか見ていこうと思います。まずアメリカの不動産市場で最も厳しい競争を持つ都市はロサンゼルス、ニューヨーク、サンフランシスコ、この順番ではないですが、この3つがトップ3となります。簡単に調べると出てきます。ワンベッドルームは1654ドル、約25万円です。ツーベッドルームは2888ドル、486,700円ぐらいです。ロサンゼルスだと。まあそうだよね、私も2ベッドルームなんだけど、それぐらいします。東京都の港区ぐらいでした、比較すると。今回日本も入れるとごちゃごちゃになるので日本は一旦置いときますが、ロサンゼルスの平均アパートメントは東京都の港区ぐらいです。全然治安違うけど。ではシンガポールのワンベッドルームは2640シンガポールダラー、シティエリア外の平均金額です。これは298,000円。ロサンゼルスより高くない？ロサンゼルスって広いし、なんならカリフォルニア州自体シンガポールの15倍以上ものの面積を持つから、私が理想とするアパートのエリアの金額は果たしてシンガポールとロサンゼルスどれぐらいなのか、もうちょっと詳しく見ていこうと思います。メガネオンで。ここのアパート探す時もサイトで探したんだよね。だから同じようにサイトで探します。有名なサイトだと apartments.com とか Zillow は一軒家が多いイメージ、大富豪のイメージなので、一般庶民の私は apartments.com で探してきます。 Average rent $2,091 a month。 これも安い方だよね。 Where do I go? いい場所、今パッと自動で出てきたところ、 Park La Brea。 ここに住めたら素敵。パークラベリアはロサンゼルスの、ミッドシティあたりなんですけど、コミュニティになってるからとても綺麗で安全で、 The Grove っていうショッピングモールに近いし、映画館やスーパーも近くにあるからいい場所です。ここはいくらぐらいなんだろうね。でもそんなにオープニングない気がする。2140から4ベッドってことは誰かと分けるのかな。シェアハウス状態で住む人も多くて、知らない人と私はキッチンとかシェアできないかも。迷惑かけたくないし、向こうがゴミ貯める派だったらこっちもイライラしちゃうし、 1LDK で見ていこうかな、将来の自分のために。パラーゾウエスト、これ知ってる。パラーゾウエストめっちゃ綺麗なんだよ。うわ、プールとかついちゃったらこれは高級アパートですよ。これはいいところだ便利だし安全だし、リビング、ダイニング、ベッドルーム、お風呂、クローゼット2つもあるんだ。いいね。めっちゃいい。ここがいいです。でも買えません。3074ドル、810スクエアフィート。下のが750、狭いのに狭い方が高い。わーお、さらに広いところだと4475。年収1000万円でもいいところ住めないこの辺はでも高級リンジなのかな。素敵な便利なエリアだからこそちょっといいんじゃない。オーチャードではないけどニュートンみたいな、都心に近い、安心安全便利、でも大都市のど真ん中ではない。逆に大都市のど真ん中はどんな感じなんでしょう。ダウンタウンはジョニー・デップのペントハウスがあるところです。今は住んでないけど、ダウンタウンは当たり外れが激しいんです。なぜかというとすごく人が多くて、スキットローっていうギャング街の近くにあるから治安悪くなりがち、不審者多く出がち、しかし便利で高級住宅街もまあまあある。どうせなら私はリトル東京っていう日本人街の近くに住みたい。そしたら毎日同期行けるかも。でもリトル東京から一歩出ちゃうとスキットローだから、ちょうどいいところ探さないといけないんですよ。これがロサンゼルスのお家探しゲーム。でも逆にここまで安いと怪しいかも。ちょっと詳しく見ていこう。ダウンタウンロサンゼルスにあるこちらのアパート、ハイプ直接うわ懐かしい、昔の寮こんな感じだったわ。天井がないからパイプが見えるんですよ。これだと隣の部屋の騒音がうるさかったりするんです。もうまあつべこべ言わず見ていきましょう。そんな選んでる立場じゃないんで。おお、2 blocks little Tokyo、 いいね。キッチンとかいろいろついてきて2000
250はなかなかいい方。これは日系の名前かな、若葉 LA っていうところ見ました。日本の博物館があるんですけど、その近くにあるアパートだから安心っぽい。ああ、清潔感のある。これも私の大学2年生の時の寮に似てます。ここの洗濯機、私は全員とシェアしてるんですけど、アパート全員と。使いたい時に使えなかったり、あと1回1回払う金額が500円ぐらいするから、自分の部屋に入ってると自由に洗濯できるし、出かけてる間に乾燥機回せたりするからいいね。おお、2009ドル、安っ。大丈夫これ。ワンストゥディオか、ストゥディオだからか。プラン1はストゥディオで2092ドル。こっからお仕事頑張れば借りれそうなぐらいです。部屋が別々になるとちょっと高くなるね。うん、私の今の2ベッド2バスルームより全然高いです。ではエリアを変えてみましょう。ちょっと楽しくなってきちゃった。今度はウエストの方に行ってみよう。ウエストサイドのハリウッドは治安が良くて綺麗でおしゃれなレストランも多いんですよね。この辺とかこの山奥だとセレブたちが住んでるからちょっと不便で土砂崩れが心配なんですけど、6250、この山奥で6250、無理無理無理便利さ重視なのでもう少し近く見ていきます。このサンセットボルバルは渋滞がすごくて綺麗で、バーとかクラブとかいっぱいあるからいい場所なんですけど、渋滞がすごくて事故にもつながったりうるさかったりするから、あえて避けてもう少し離れたところにします。この辺とか良さそう。高速道路にアクセスしやすいお家も理想的です。いろいろ欲しい。この辺高いよね。3000超えるのはさすがハリウッドです。逆にこんだけ高いこの9995ドル気になっちゃった。一軒家だ、だからだ、土地代。はい、次、一軒家はいいです。ワンベッド1975、これはなかなかいいんじゃない。2000以下のワンベッドでこのエリアは珍しいです。狭くない？そうだね、2000以下の理由が分かったわ。すごく狭い。ストーブも1台しかないし、ギシギシでキッチン料理することになっちゃう。だから安いんだね。450スクエアフィートは確かに。私が住みたいエリアの相場は4000から5000だね、2ベッド。で、1ベッドでも3000ドルぐらいは払います。何これ ?3 万、あ、5ベッドだからびっくりした。3万4000ドルって400万ぐらいだよ、毎月。どこのお金持ちが住むのと思ったら、4つもベッドルームがあるみたいです。こちらも一軒家です。ウェストハリウッドは綺麗な分高いです。ではシンガポール見ていきましょう。シンガポールでは HDB とコンドミニアムの2パターンがあると思いますが、まあ、一軒家覗いたら HDB の方がお手頃ですが、セキュリティ面だったりアメニティ面気になる方はコンドミニアムの方をおすすめします。よく1階に行くとコーヒーショップとかマーケットがあるから便利ではあります。 Property Guru っていうウェブサイトでシンガポールの不動産屋事情を見ていきましょう。あんまり見たことないシンガポール。ロサンゼルスのお家探すときはもう必死に apartments.com で探してたけど、シンガポールで家探ししたことはないからどうなんでしょう。どのロケーションしようかな。さっきニュートン見たいって言ったからニュートンの方の MRT で見ていこうか。うわ懐かしい。ニュートン、サマーセットのノビナあたりで、おお出てきた。わあ、ツーバスルームです。これは。でもよくある。でもシンガポールとロサンゼルスの圧倒的な違いは駅から近いかどうか。シンガポールでは重要ファクターになりますよね。電車、バス移動が多いから。ロサンゼルスは駐車できるか、渋滞がうるさいか、高速に乗りやすいか、基本車移動なのでそっちの方が重要になってきます。駅の近くに住んでても特にメリットないし、なんなら不審者の方が多いから駅から離れたいっていう人もいます。15分だってオーチャードから。でも 1.2 キロはまあまあ遠いな。月4500シンガポールダラーだから、US ダラーだと3350ドルぐらい。やっぱ同じぐらいだ。いいなぁ、このオープンな感じ。シンガポールならではですね。緑があって自然を感じることができる。自然ってほどの量でもないけど、こういう窓が広いところに住みたいな。あまり今のお家では自然日光が入らなくて、特にリビングはほぼ洞窟状態なんです。だから植物も置けないし、結構悲しい暗闇の中になってるから、どうせなら窓開けたら壁じゃなくて緑とか景色がいいよね。
ほこりたまりそうだね、これは。このランプの掃除、カーテンの掃除がちょっとめんどくさいから、逆にこういうところに住めたらお掃除の方雇いますよね。何考えてんだ一般庶民ったら。じゃあ次は私が昔住んでたリバーバレーの見てみましょう。川沿いにある住宅街でアクセスしやすいし、日系スーパーもまあまああるから日本人に人気なネイバーフッドです。リバーバレーのアパートといえばバレーポイントとか UE スクエアとかいくつかあるんですけど、ドメイン21とか。果たしてどんな感じなんでしょうか。そっか、グレワの MRT できたね。私が知ってるシンガポールと今のシンガポール全然違うんだよ。 RB レジデンスです。あ、知ってる知ってる。でもオーチャードの方よりかは安いんじゃない？3588。出ました、 UE スクエア、伝説のUE スクエア、懐かしい。この辺はよく行ったらもう週3ぐらい UE スクエアあたりで過ごしてたと思う。 UE スクエアに住んだことはないんだけど、駅もフォートキャニングあるし、塾もその近くだったし、スクールバスも UE スクエアあたりでドロップオフしてくれたから心に染みます懐かしい。こんなに綺麗だっけ、リノベーションしたのかな。この絵は何ですか3200US$ ぐらいです。やっぱ駅に近くて Fully Furnished だから家具も揃ってる。おお、私が生まれる前からできてるのか UE スクエア。伝説のバレーパーク、住んだことないけどよく歩きました。バレーパーク近く MRT もじゃんじゃんできると家賃も上がるわな。ネゴシボってことは交渉できるの、そういうもの。シンガポールってこれも$3200ぐらいでしょ、 US ダラだと。こっちの700なんとかスクエアフィート見てみようか。例えば7250フランクリンアベニュー、これはシンガポールにちょっと似てるね。ジムがあったりプールがあったり。金額は$4000超えだからシンガポールの方がお手頃かも。シンガポールの方が綺麗だったり安全だったり便利だったり歩きやすかったり、メリットが多い気がする。ロサンゼルスって生活しにくいもん、貧乏には。電車のアクセスや MRT バスの安全性面に関してはシンガポールの方が結果的に圧倒的に良いため、住む環境もいい場所見つかりやすそうです。以上で気になったロサンゼルスとシンガポールのアパート事情を初めて物件サイトで見てきたんですけど、まあ、ご覧の通りざっくりとしか見ていないので詳しいこと専門的なことは分かりませんが、ちょっと比較してみた結果、シンガポールとロサンゼルスのほぼ同じぐらいの金額ってことが分かりました。カリフォルニア州は土地がとても広いですが、ロサンゼルスという都市は人が本当に多くて人口密度が高いので、どうしてもぎゅうぎゅうなアパートだったり広いアパートが欲しければ値段が高くついたりします。最後までご視聴ありがとうございます。皆さんのいそうなお家はどんな感じですか、ぜひ教えてください。ではまた、バイバイ。